56地獄の潰し合い、ベルギー VS フランスが実現。あれ、これマジでトーナメントの山やばいやつじゃん。初戦でフランス対ベルギーか。次ベルギー対フランスなの面白すぎる。まあフランスが勝ちそうだけど。ベスト16でフランスベルギーなんくさ、ルカクの笑顔見れへんやんけ。ベルギーが2位通過ですか。じゃあラウンド16はフランスが相手やな。ベルギー2位でフランスとか、ベルギーも昔ほどの勢いがもうないな。GS 消化不良だったフランスがベルギーになんなく勝って流れできちゃいそうだね。今のベルギーがフランスに勝てるわけないと思ったけど、フランスもうんち状態だからまだわからん。スペイン、ドイツ、フランス、ポルトガル、ベルギー同じ山です。ベルギー対フランスね、ルカク覚醒でベルギーが2018年ワールドカップのリベンジですね、見えました。タレント入るけどチームにならないを長年続けるベルギー VS 脳筋しかいないフランスの対決になるのか、とんでもない塩分濃度になりそうだ。ウクライナが敗退は悲しいな。フランスも連戦塩だし、ベルギーに関しては雑魚相手に負けてるし、賞味めっちゃつまんない試合になりそう。エンバペ対ルカクのバロンドール対決。